そうで危なかった。でもここで寝たら終わる、ここで寝たら終わるって思いながらブログ書いて家出た。お仕事、そっか今日は金曜日だからね。花金だ花金。もうさあ、千葉のラジオ聞いてくれてる方はいますか、花ラジ千葉。そこで花金の話をしてからずっとなんか金曜日っていうとすごいなんか花金のイメージになってしまった。やっぱ金曜日は嬉しいですからね、とっても。今日で終わりだ1週間ってずっと一人で喋ってる。独り言みたい。どうする、もう来た結構。じゃあ行きますか。今週の配信メンバーで争う乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は読書の秋なるべく早く読み上げようです。今週水曜発売の真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドームブルーレイ &DVD の告知文章を読み上げます。週の中で最も早く読み上げられた人には素敵なご褒美がプレゼントされます。ただし噛んだり飛ばしたりしたら次に行かずその部分から読み直すそうです。なんか早口は得意なんですけどあれですね、違う噛まないでは言えるんですけど早くなくなっちゃうから、60、1分46、1分25、6、じゃあ誰が早いの64だから60って、セーラか、え、これは見て、ちゃん、あ、違うよね、66、1分6ってこと。じゃあセーラが今一番早いんですかね。で64、1分60、40、6780、10、100秒、106秒、100、6、7、85秒、あ、そういうことか。じゃあ与田さんとセーラが早いってことだ。あれ違う、与田さんが一番なんだって。64、浮かんのもちょっと難しいです。ちょっと数字の計算とか、あ、64の、そうだよね、1分4秒、あそういうことか、64、あ、理解、私がちょっとバカでしたね今は、はい。じゃあ何秒にすればいいの。60秒以内ぐらいで、じゃあ、え、結構長いけど、まあやってみよう、いきますよ、よーいスタート。2021年11月20日21日にグループ自身4年ぶりとなる東京ドームにて開催した乃木坂46真夏の全国ツアー2021ファイナルが11月16日についに製品化することが決定しました。全国ツアーの開催前に表題曲、アンダー曲、ユニット&ソロ曲、カップリング曲の各カテゴリー別にファンの皆様からリクエストを募り、それぞれ上位トップ10に入った楽曲を中心にセットリストを構築した真夏の全国ツアー2021、新型コロナウイルス感染防止対策として全キャパシティに対する 50% の収容動員数の中、ファンの皆様が熱く叩くスティックバルーンに応えるべく、メンバーも熱いライブを 大展開。またドーム内では気球に乗ったメンバーが飛び交い、さらにメンバーからファンの皆様へのメッセージがアドバルーンに吊り下げられ、本編ラストは全シングルの振り付けを取り入れたグループ10周年の記念曲他人の空に締めくくりました。2日目の21日には高山和美の卒業セレモニーも開催、自身初のソロ曲私の色が初披露され、涙あふれるツアーファイナルにもなった真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドーム、数々の名シーンがついに蘇ります。ぜひチェックしてみてください。ダメだった、1分12ですね、1分12でした。全然早くないじゃん。惜しいよね、ちょっと惜しい。ちょっとなんか緊張した今。緊張しなかったら絶対いけた、40秒ぐらいで。無理か。意外と長かったな。柴田っていうのは難しいですね。でも TikTok の方に上がってたセットリスト読み上げるやつは見てくれましたかね。あれはね、なんか全部ね読めた。なんて書けばいいの、67、72秒、え、1分の方が分かりやすい、70秒を超えたから1分って書こうかな、1分12秒、なあ惜しいのかどうか分かんないけど惜しいのかどうか分かんないけど、ちょっと悔しい結果となりました。今週の1位は与田さんですね、おめでとうございます。
依田さんです。あ、依田さんと写真撮りましたこの前大阪で。だから今度いつか載せますね。そしたら見てください。そう、楽屋がお隣だったんです。嬉しいですね、とっても。はい、近況報告ですね。何話します？近況報告、なんか何話そう。じゃあなんか聞いて、何でも答えるよ。それは嘘だけど。最近何あったかな。うん、まつげ上げてる。だって、え、上がってない？上げてるよ。なんかさ、今日すごいメイク濃く見えるよね。ちょ、だからさ、さっき暗くしたからいけないんじゃない、これ、もしかして。でもこれでも明るいのか。でも待って、あ、黄色くなった。あ、待って、こう、どう、これ黄色い、これじゃさ、なんか白くない？これないと難しいね。あ、黄色い、黄色い方がいい？難しい。あ、白です。あ、これでいいですか。じゃあ、やばい、本当に目がね、乾いてる。乾燥、乾燥してるよ。何も読んでなかった。紐の長さ違う。あ、本当だ、左の方が短い。こんな感じ。映ってなくない？しかもなんで気づいたの今。いつもこんぐらいで見ぐりしてる。この頭切れる感じで。いいですか、頭切っといて。お昼食べました。あ、今日、そう、私が今日したこと、今日何してましたって答えてなかったですけど、今日は朝早起きをして、お母さんと一緒に用事があったので遠出しました。で、一緒にお昼ご飯食べました、久しぶりに。いいでしょう、ママとご飯食べたの。いいでしょう。こたつないよ、こたつない。リップ赤いね。だってそう、だからさ、ライトだって絶対なんかこんな色じゃないもん。なんかこの色じゃない。ユナのリップこの色にしてない。うーん、じゃあどんな色だって。うーん、なんか赤、赤、こんなちょっとオレンジっぽく見えてない。なんかよくわかんないけど、そんなのもいいよ。今日ママとお出かけだって。一緒だ、一緒一緒。オレンジに見える？じゃあ白にする。どう、白。なんかもう何でもいいよ。何でもいいです。髪ほどいてみて。だってなんで、めんどくさい、やだ。いつもほどいてるじゃん。しかも久しぶりに結んだんだよ。最近はずっとこんな調子で生きてる。ディズニーなおだって。ディズニーで見てくれてんの、ありがとう。そんな楽しんで、ディズニー。うん、本当に目がしょぼしょぼする。今すぐ目薬取りに行きたいぐらい。そっか、この前も結んでたか。ちょっと何話す。ブログ読んだ？ブログ、1万人も見てると思うとさ、どうしていいか分かんないよね。なんかディズニー最近一番直近で行ったの何月？ハロウィン見た。ハロウィン、ハロウィンランドで見た。うん、弟子行こうと思ってたら新しいショーが始まっちゃったから、混んでるかなと思ってまだ行ってないです。でもそろそろね、行きたいんですけど。見ぐり行きます。だって待ってる。あ、見ぐりね、見ぐり今どんな感じなんだろう。でもまだ残ってると思うので、ぜひ待ってます。待ってるよ。行ってないね最近。クリスマス行きたいね。そうだよ、クリスマスだよ。もうね、イルミネーション見ました？さっきね、テレビでね、ベンツに乗ってオープンカーで、どこだっけ、六本木だっけ、なんかイルミネーション見れるよみたいなのやってて、あー、いいなーと思った。来年の干支何？
うさぎ？うさぎだよきっと。サンタさん来ないよ、もう一人暮らしだし。って関係ないか。指輪多くない？だって多い。まあ確かに気分気分。うさぎ年プロスピ、あ今週も、あ今週 ?1、2、明日、明後日か。そう、さやが前の時間に出て、えながまた出るんですけど、ちょっとドキドキする。だってさ、前のえながいた時に3連敗して、えながいない時に3連勝して。どうするこれでさ、えながいない、いた時にさ、また3連敗したら、もう絶対さ、えなのせいじゃんってなるじゃん。だから、やめる。怖いもん。でもね、里崎さんが帰ってきたおかげでこうなったのかもしれないから、ちょっとまあとりあえず行ってみる。頑張る、頑張ることもないけど、でも楽しみだよ、とってもプロスピスピリーグ。ペットボトル赤ロミのやつかね。そんなこと言ってないからね、本当に大嫌いなんてさ言わないじゃん、そんな早々言わないよね。え、大嫌いって言ったのかな。いやさすがにひどいよ、そんな大嫌いとは言わないと思うけど、ペットボトル確かにこう潰しながら飲む人は、まあ、まあ好きではないよね。でも大嫌いとは言ってない、絶対クロミに向かってそんなことは言わないし。だからもしなんかあれだったのかなと思って、ずっとそれがそれを思ってたのかなと思って、なんか悲しくなった、申し訳ないなと思って、ごめんねって思ったけど、大嫌いはちょっと言ってないですね、さすがに。髪伸びたね、だってそうだよね、ハゲてるよここ、髪の毛伸びました、切ったんだけどね。いつも言う、髪の毛伸びたって言われて、切ったよって、切っても切っても伸びたねって言われて、切った、切ったと思って、切ったって言われたら伸びたよって言って、そう、前髪はもうねいらない、諦めた。でもまあお仕事があったら作るけど、直近でそのなんだ、前髪がなきゃいけない仕事がなかったから、ずっと、もういつからだろう、あれはいつだ、記憶にない。髪伸ばして、だって伸ばしてるよ今、なんかもう短いとさ幼くなっちゃうからさ。でもね、昔の写真とか見てると本当にね短くてね、なんかやだ、もうあんな写真見たくない。クマ歩いてる、ここにかわいい、あ、いなくなっちゃった。うん、ボブにする予定ない、してほしいの、スタタン、あー見てくれてありがとう、ニクちゃんと一緒に制服なんか着ちゃってさ、ショート、ショートの髪はしたことあるよ、多分あれはショートだなってぐらい短い時ある。ん、15分経ったって、どうする、宿題でもしとく、宿題、一旦じゃあ宿題して、暇だったらまた話そう。前回の配信メンバーのセーラからの宿題、じゃん、大好きなユナへみんなをユンユンさせる可愛い一言ください、セーラ。何がいいですか、こういうキャラじゃないんですけどね。何がいい、くださいだって、これ知らない人もいるんじゃない、どういうことってなってる人。そう、まあラジラーを、ラジラーでなんかこんなことになりました。ユンユンしたいの、かわいい一言くださいだって、何がいいですか、
何？もうしてるって。じゃあ OK、 宿題終わり。あ、そのままでいいってよ、ほら、もういいって、もうしてるって。あああ、もうすでにしてるって、ほらほら、いいじゃん。じゃあね、OK、 今日はここに来てこうやって配信をして、こうニコニコしていろんなお話してね、いいんじゃない？ね、いいよね、いいよって人。はーい、悪くないって、ほら。わー、いいよー、はーい、ほら、はーいって、優しい、優しいね。宿題何にしますか？わあ、絶対またちっちゃいやつだこれ。てかもう金曜日なの、あっという間に過ぎてきましたね、1週間。たまにはいいじゃない、だって言ったやつ反省しろって書かれてる。何がいいですか？月曜日のメンバーさんに宿題出したいと思いますけど、誰ですかね、来週はね、未定ですね、まだ。何がいいですか？宿題、何？いつもこのままなんか継続させてさ、こうやってほしいなって思うけど、こう自分で決めるとなると難しいですね。何？早い。この冬食べたいもの？紅白の意気込み。寒い日に食べたいものすごい見かける。そうだよね、冬だもんね。あ、オッケー、思いついた。字汚って言われちゃう。次回のメンバーさんへ、今年のうちにやること何かありますか？なあ、あー、これもしかして消えちゃったんじゃない？あ、全然平気だった。大丈夫でした。こっちに置いておきますね。はい。でもあと10分です。何お話しします？あ、待って。あ。え、これ1週間で変わりますか？変わんない？実はこの宿題ダメじゃん。いて、もう一つ答えるところありました、この質問は。なのでこの質問はダメでした。だから他に何か教えてください。何がいいと思いますか？来週の月曜日の方への宿題は。そうじゃん、これダメじゃん。ありがとうございます。すいません。いて、もうクリスマスか。あ、違うよね、まだまだ11月だ、まだ11月だよ。あー、何がいいですか？何鍋が好きかって、確かに気になるけどね。何がいいかな。次はじゃあ大きく書きますね。出て失敗するパターン、これは難しいよね、字書くのって。
んか、え、待って、なんかさっきよりさちっちゃくなった、大きく書こうと思ったらまあ、うん、まあいいや、だって、うん、味だよそれが。何がいいと思う？ワールドカップ？何何？来年の抱負ちょっと早くない？火鍋？鍋が多いね。今年買ってよかったものはちょっと気になるかも。おーおーおー、いや一気に来た。今年、何、いいじゃんそれって今言うの、なんて言ったっけ。今年、わあ耳鳴りしてる。じゃあこれ、なおちゃんが書いたやつさ、見る、今思うって書いてある。今年、今年一番何がいいかな、今年一番何楽しかったことを、今年一番やらかしたことを、今年買ってよかったもの、今年買ってよかったもの気になるよね。今年一、ちょっとなんか日本語おかしいけど、なんか今年一番、あーまたちっちゃくなっちゃったじゃん、なんか汚い。なんで、待って、ちょっとティッシュか消すやつありますか。なんでさこんなに字が汚いんだろう、私は。すいません、ありがとうございます。本当にやだやだ、今年一番買う、買ってよかったもの、うわ、なんかほらバランス悪いじゃん、どこに書くのって。です。いいな、できた、こうなりました。今年一番買ってよかったもの、あ、あと5分になっちゃった、何話す、5分、ちっちゃって言わないで、もういいよ、ちっちゃいんだから字は。できたできた、うん、あ、スクショ、何してんのみんな。みんなピース以外何するか分かんない、なんかさ教えて、新しいポーズ今何が流行ってるんですか。ハート、ね、ハートなんかいっぱいあるよね、ハートの種類。こっちがいい？こっち？こっち？ぐるぐるって何？んペンギン、どこにいるの？ペンギン、あ、いた。今日の服何色が合うと思う？あ、ペンギンが一番しっくりくる、いつもペンギンがしっくりくるかも。歯痛いポーズって何？これ？これ懐かしい。え、歯、え、まだあるの？これ。あとね、まだあるね。得意なスポーツだって。やる方で？得意なスポーツだったら、新体操ぐらいですかね。
でももうやってないからさ、得意なんて言えないよ。ペンギン？夜ご飯何だって？決めてない。骨がない？確かに潰れる。そうだね、乃木中の一番最初の時さ、新体操したわ。あの見立て会でもしたよね。したあー、目が開かない。目は開くんだけど。今日カッキーのドラマだって。カッキー元気してるかね。でもたまにね、連絡します。どっちから？ユナからすることの方が多いかなね。映画見に行こうゆったり、なんかフラフラしたりしますね。カッキーは返信早いよ。遅い時は遅いけど、だいたい割とその日のうちに帰ってくる。爪綺麗だって。なんさ、爪にさ、ほんと爪が嫌でさ、ほんと2枚爪なの、とっても。でも今はなんかね、調子いい。あ、1枚いたわ、2枚爪の。1枚じゃない、1箇所ありました、2枚爪。そう、ちょっと爪本当にね。あ、でもなんかいいね、潤ってるね。なんかちょっと本当だ、なんか今日爪のコンディションいいかも。いいね、いいですよ、とっても。みぐり行くね、だって。え、2枚爪って何って書いてあった今。みぐり待ってます、ありがとう。二枚爪って何？っていう人もいるよね、絶対。爪にさ、悩みがない人はね。そうなんですよ。二枚爪で悩まされてるんです。何でも何でも。何何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 でも何でも。もうすぐ終わりですね。明日誕生日？じゃあ明後日じゃない。おめでとう一番に言うんだから、今年も。あ、終わり？あ、まだまだあるじゃん。バイバイっての早いよ、ちょっと。骨格ウェーブじゃないし。骨格ウェーブじゃないですよ。金曜ロードショー？金曜日だね。先週の金曜ロードショーかな、見た？すごい泣いちゃった。ストレートじゃない。でもストレート気味のナチュラルだけど、なんか全部混ざってる気がする。ウェーブも入ってんのかもしれないね。じゃあ半になっちゃったからバイバイだよ。どこだ、ありました、のぎおび金曜日終わりのお時間です。次回ののぎおびの配信時間は決まり次第ショールームの公式ツイッターでお知らせします。はい、またね、バイ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 。あ、メッセージ待ってる、だって待ってて。バイバイ。おやすみ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。